TD449 ニコラスでーす。番号は後ろだけどフレッチャー級で、一番初めに浸水した船だよ。戦歴は主に火力支援だけど、それと、陣痛を撃沈してヘレナ姉ちゃんを助けた。他の戦いはあまり言うことないよ。もう帰っていいの？最初に浸水したフレッチャー級のニコラスだよ。出撃するより母校に引きこもってたい。ねえ、いいでしょ？指揮官と違って、私どこにも行きたくないの。どこにも。指揮官？もしかして、私サボりすぎて出撃しなきゃならなくなったの？獣王の魚雷怖い。指揮官もヘレナ姉ちゃんのように放任主義にしてはどう？私のこと。訓練、やる気出ない。全然出ない。寝てないよ。いやー。任務って、やらなきゃーってことじゃ、ないよね。指揮官、一段落ついたので、帰っても？Eメールってのがあるのに。おかえり、指揮官。ねえねえ、私もう帰ってもいい？部屋からは絶対出ないぞ。眠くないよ。ちょっと目が開けられないだけだよ。指揮官、暇してたら私の部屋でゲームやらないかなって。ずっと部屋に引きこもってたら、あんま指揮官とは会えないよね。どうしよう。指揮官の部屋に引きこもったら、指揮官を見ながら寝られるよね。いたーくが戻った。私も帰った。すごーい。勝利を目指してーってどう？MVP は私か。珍しいもんだね。やっぱり母校から出ない方が。帰りたーい。